ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。別にひばりクラブに何か特定の目的があるとかですね、ひばりクラブの文章にですね、何か狙いがあるとかいうことはないんですけども、自分の頭の中にあるものはですね、現代の日本を理解したり、それから、みんながこうコミュニケーションがうまくいってですね、喧嘩しないで、仲良く日本を発展させていくと、いうことができないかとか、いうことをですね、僕なんかどっちかあったら科学の面とか、それから歴史の面ですね。それから哲学、芸術というのが私なんかの分野なんですが、そういった分野から考えてみようっていう気持ちがあるんですよね。いやいや私科学者なもんですからね、少し気持ちが常に前向きなんですよ。人によっては人を非難するのが好きな人とか、いろいろいるんですけど、僕はどちらかといったら日本全体がこう、豊かになり、幸福になりね。そういうことをちょっと望んでるって言ったら大げさなんですけど、そういうなんですね。それで今度のこの特徴の日本人のですね、特徴の問題については、狙いとしてはですね、どっちかったらその狙いがなきゃいけないってことないんですけど、狙いとしては、現代の日本をいろいろ考えてみる上での、基礎的なものをですね、やってるわけですね。で、今日は言語です。日本語って非常に特殊なんですね。それで、日本語は一番世界で習得が難しいと言われておりまして、これは言語の教科書なんかで、には真っ先書いてあるようなものなんですね。実際上、日本人とは英語は下手だとか、から女性の場合は非常に言葉については優秀ですけども、特に男性ですね。機械いじりなんか好きな男性はどうしても英語がうまくないんですね。で、これはどうしてかっていうことを、これは私としては最近っていうか、ここ10年ぐらい、いろいろ勉強してきたっていうような感じなんですが、それをまとめますとね、日本語って本当に世界で特殊で、語族っていうんですけど、日本語の語にですね、族、型っていう字に族ですね。なんとか族っていう、みゆき族とかそういう族ですか。その、日本語族っていうのは非常に世界的に特殊で、日本語族と琉球語族の二つしかないんですね。で、日本と琉球はやっぱり島国で、接近してて、今同じ日本ですけど、昔は日本国と琉球国の二つあったんですけどね、やっぱり同じ人たちが、同じ遺伝子の人たちが同じような生活をして同じ言語を持ってるっていうことで、沖縄はこうなんか日本なのかなんて話が時々出てくるんですけども、こういう言葉から言えば明らかに日本だと、いうことですね。それで、この特徴なんですけども、他の言語と全然違う特徴はもちろん言葉の構成から言ったら非常にはっきりしてるわけですね。主語、述語、目的語って普通なってんのに、日本だけが主語、目的語、述語となってるっていう、順番が決定的に違うわけですね。この述語が一番後ろに来る。例えば、I am a boy って、例えば、私はであるって言ったら、その後何がってことになって、少年とこうなるわけですね。そう、意味がはっきりするんですけど、日本の場合、私は少年であるという最後のあるまで来ないとですね、私は少年でないなんつってですね、180度ひっくり返ったりしますからね。だから普通の言葉は、I am a boy みたいになるわけですね。日本語だけは逆なんですね。で、これはどうしてそうなったかってことです。一つは、5万年ぐらい前から、旧石器時代から日本人が日本列島という非常に島国に、で生活してて、あまりこう、自然も厳しくないという中で穏やかに過ごしてきたっていうのが一つはあるんですね。それから昔の人がちょっと知ってるんですけど、騎馬民族説とか、大陸の文化とか言うんですけども、その影響は少なかったっていうことですね。漢字の利用なんかはあるんですけども、文化全体としてはですね、大陸の影響をあまり受けなかったっていう影響があるんですね。これはもし騎馬民族説みたいに、日本の首脳部が、支配層がこう入れ替わりますとね、やっぱり一番影響を受けるのは言語なんですよ。で、少なくとも単語はですね、中国語の単語とか、朝鮮語の単語が多く入ってるはずなんですね。それで、文法まで変わるっていうのも、あるわけですね。極端に言えば、ドイツとフランスの間にある、ロレールの地方なんかは、ドイツが占領すると、アルザス・ロレールですね。ドイツが占領するとドイツ語。からフランスが占領するとフランス語、
強制されたりしますとね、どうしても言語がこういろいろ混合するんですけども、日本はそれがないっていうことで、あまり日本には大きなその民族の変更とかですね、まあ、弥生時代の人、弥生顔っていうのが大陸顔だっていうけど、そんなことないと思いますね。顔が大陸の顔に変わるんだったらば、言語もやっぱり影響を受けますからね。それで、まあ、それらを総合して僕が勉強した結果はですね、まず集団性ですね。これ遺伝子が非常に多く混ざってる。まあ、どんなに少なくとも80回ぐらい混ざってるってことで、みんなが親戚であるっていうことと、生活パターンが非常に似てるんですね。まあ、日本様式の生活。今、ちょっと昔だったら畳とか、ちゃぶ台を開くとかね。家具が少ないとかですね。まあ、そういった同じ生活を靴を脱いで上がるとかですね。非常に日本的な独特の風習がある。だから、言葉も、以心伝心で繋がりやすい。それからもう一つ、これはね、最近の研究を見てると、どうも日本語っていうのはテレパシーがないと、どうも、こう、伝わらないようですね。つまり、曖昧言語なんですよ。曖昧言語っていうのは批判されますが、それは私なんかもアメリカとか、フランスで生活してますとね、相手の顔見ても何言いたいかわかんないんですよ。ほいで、もうとにかく言語できちっと聞かないと相手がどういうことを希望してるかとか、どういう人間であるかってわかんないんですね。ところが日本語はですね、曖昧に言ってもらって結構なんですよ。別に主語なんかなくたって、ああ、何を話したいのかなっていう、一番最初のところはですね、もう聞かなくてもいいぐらいなんですよ、実は。もう顔見たりね、態度見たりね、もじもじしたり、まあいろんなことでもう分かっちゃうんですね。それで言語学者のやつを聞くと、日本語はテレパシーが必要である。テレパシーってのは、まあテレパシーが本当にあるのかもしれませんよ。テレパシーはまだ証明されてませんが、伝達方法がまだ明らかじゃないっていうことでね。だけどまあみんなが親戚であって DNA が似てて、考え方が似てて、同じ生活してたら、まあテレパシーに相当するのが出てくるでしょうね。テレパシーなんて言いますと、敵意を持つ人がいるんですよ。そんなことはないよっつってですね。だけど、私はテレパシー別に否定してないんですよ。つまり学問そこまで分かってないんですから。僕学者ですからね。ですから分かってないことあるとかないとかやっぱ言えないんですね。あるかもしれない、ないかもしれないっていう不安定な状態で結論が出るまでいかなきゃいけないんですね。で、それでもう一つはですね、これもやっぱり言語学者のやつを読むと、漢字とひらがなとカタカナを使い分けるなんていうのはですね、これは言語としては日本語しかないと書いてあるんですけどね。まあ確かにもちろんアルファベットはもうアルファベットだけですよね。中国って漢字だけですよ。ハングル語ってハングル文字だけなんですけど、日本は漢字があってひらがながあって、そのうち、カタカナがありますよね。で、そのうちアルファベットも使うかもしれませんよ。それから漢詩を読むときはレテンなんか使っちゃってね。中国語のまま、レテンつけて日本読みをするなんていうですね。まあ、器用なことがあるんですよ。それからもう一つはよく言われますけども、ザーザーとかサーサーとか、そういう擬態語っていうのが完成語ですよね。これオノマトペとかいう難しい言い方あるんですけど、まあそんな難しい専門的なことじゃなくても、まあ言葉としては完成語っつった方がいいんですかね。耳で聞いたり、目で見たりしたら、チカチカするとかね、これ目で見て。ガーガーとか耳で聞くとかね。こういった言葉。まあ、お母さんが幼児と話すときなんかもう本当に完成語を多用するわけですね。で、これどん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 作っては捨てていくっていう、そういう感じなんですね。それから虫の音が聞けるのが日本人だけだっていうのは有名ですよね。他のところは、まあ、右脳だとか左脳とか言うんですけど、まあ、とにかく雑音として虫の声が聞くか、音楽として聞くかっていう差があるわけですね。まあ、これも、まあ、日本特有である。そうしますとね、やっぱり日本のコミュニケーションの仕方っていうのはいかに特殊であるかっていうことがわかるわけですよね。ということで、まあ、今日は特徴の3、言語である。で、言語を、これ、すごく研究は国際的にされてるんですよ。言語マップなんていうと、ドイツ語の、こうなんかね、系統図とかいっぱい出てきまして。だけど日本語は、日本と琉球、日本語族と琉球語族しかないもんですからね。あまりそれも学者としては研究しても面白くないんでしょうね。それから、まあ、日本語が非常に特殊なんで、まあ、日本語の論文っていうのが国際論文になるのかどうか、ちょっと私との分野が違うんでわかんないんですけどね。まあ、日本語の中だけということで、しかし日本のこの言語っていうのは、日本が世界唯一の温帯の島国であって、ある程度大きい、まあ、今だったら1億人以上の人間が住んでるとかですね。文化が非常に共通してる。歴史がものすごく長いと。
まあ、だいたい5万年以上の歴史を持っている旧石器時代の遺跡がまあ1万もあるなんていう国がですね、まあ、日本だけですんでね、まあ、そういった今までこう話をしてきましたが、まあ、日本特有の、構造ですね、それがこの言語を生んだというふうにも考えられます。もちろん言語っていうのは生活の中でコミュニケーションを取るものですから、日本の文化と非常に馴染みが深いということですね。で、その具体的なのはテレパシーを使って話す。だから日本語が曖昧だっていうのは、例えば私の科学の分野ですと英語を使えばきちっと表現できる。しかし日本語では曖昧にしか表現できない。だから科学は英語の方がいいんだっていう人が多いんですよ、実は科学者の中で。ところが私はね、科学っていうのは厳密な表現でもって生まれてくる科学と、それから曖昧な表現でもって生まれてくる科学があるんですよ。つまり特に研究なんかですとね、全部曖昧なんですよ。っていうのは将来のことですから、曖昧にしか考えられないんですね。ですから曖昧に考えてイノベーションをする、改革をする、新しい発見をするっていうのはまた手法としては非常に優れてるんです。その意味では、学者の方は大体英語が堪能ですから、英語で話した方がいいっていう論理的な面も私は特にわかるんですけどね。わかるんですが、まあどうかなと思いますね。哲学なんかでもドイツ哲学なんていうのを読みますとね、非常に厳密なんで、言語が厳密ですから論理も厳密になるんですね。でみんながドイツ哲学がいいよってことになるんだけども、やっぱり曖昧な言語を使った日本哲学。これはやっぱり世界でやっぱり意味があると思うんですね。曖昧な言語を使った科学とか、曖昧な言語を使った哲学とかいうものをね、やはり日本としては世に問うてみる、世界に問うてみるっていう必要があるんじゃないかと思いますね。まあだからテレパシーを含んだ、テレパシーの部分っていう表現を外国人用にどっかに作って、この以下の論文はこのテレパシーに基づいてますっていうね、まあ、そういうような日本独自の表現方法っていうのもですね、まあ大切なんじゃないか。そしたら文学なんか新しい文学が誕生する可能性がありますんでね、非常にいいんじゃないかというように思います。それに漢字、カタカナ、ひらがなを組み合わせてやるっていう、まあ日本人、さすが日本人らしいもの、完成語が多いとかですね、虫の声が聞こえるというものをもっと積極的に使った、日本文化、日本の科学、日本の哲学というものをですね、発達していくべきだろうと思っております。